はい、どうもアラムチャンネルのアラとゲッキということで、本日はですね、私たち、なんだかね、同棲約3年間やってきたじゃないですか、なので、今回は3年間の体験談、失敗談などをお話ししていこうと思います。これからね、4月から新生活がまた始まると思うんですけど、はい、ここから同棲始まるよっていう方の参考に少しでもなればなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。おはい、ということで、まあ見て分かった人は多いと思うんですけども、今回は前回滝のカレーでキャンプをした日でございます、はい、じゃあまずはざっくりテーマを言っていこうと思うんですけども、まず第一にすること、家選びだと思うんですけども、まずはそこ、その家選びにおいての体験談とか失敗談とかお話していこうと思います。結構家のことはちょくちょく質問が来たりするよね。まあそうやね、どういう部屋の間取りがいいですかとか、家賃どれぐらいがいいですかとかです。じゃあまず1つ目、家選びのことで、部屋は2部屋以上がいいっていうことでございます。これは間違いないね。間違いないね。やっぱり同棲って一緒にいる時間が増えるんですよね、まあ、確実に増えるじゃないですか。だからまあ絶対にどんなに仲良くても喧嘩したりする時ってあると思うんですよ。でもそんな時にすぐに仲直りできればいいですけども、やっぱり一旦ちょっと時間を置いて、まあ、それぞれ一人になって、でまたなんか話して、まあ、仲直りっていうのが一番理想的だと思うんだね。でもこれが一部屋の場合だと常にお互いなんか見える位置にしか逃げられないから、なかなか気持ちのね、あれが、ね、収まらないのよ。多分近くに見えてたら、そうイライラが思い出すみたいな。そう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 、まあ、言って言ってもうちらは一部屋だった時期、時代はないんですけど、まあ、なかったね。喧嘩してなくてもやっぱり自分の時間っていうのはあった方がいいし、大切にした方がいいと思うし、干渉しすぎない方がいいと私は思うので、そう、それがいいと思います。確かに。次、2つ目は、はい、近隣住民の情報、情報、まあこれはね、引っ越してみなきゃ分かんないことっていうのもすごい多いと思うんですけど、その同棲に限らず一人暮らしだったとしても、近隣住民の方のなんか雰囲気とかは分かってた方がいいのかなと思います、ね。不動産屋さんからの情報曰く、家借りる時って賃貸の場合だと審査があるじゃん、あの審査が厳しい会社ほど変な人は少ないですよって言った。あー、そうなんだ。でも、まあ、例えば今マンションとかの話ですよ。同じマンションで言ったら、やっぱりその審査がちょっと厳しいところの方が、まあ、ちょっとはマシなのかなって、なるほどね、いうことみたいでした。なるほど。そう、この話で言ったら、初めて同棲した時のお家がすっすごく家賃が安かったのに 2LDK で、だ審査も甘かった。その時はちょっとね、やっぱり、ゆうたさん広島の人だったので、その地域がまあなんて言うんだろう、なんとなくのイメージがあったんだけども、そこのちょうど引っ越した場所がちょっとだけ治安がすぐちょっと悪かったかなっていうイメージがあって、引っ越した家の1階の方がちょっとね、ちょっとこれ話はまあ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 ちょっと近くにね、まあちょっとあの癖の強い方がちょっといらっしゃって、ちょっと怖い思いはしてないんですけど、なんかこれが一人暮らしとかだったらちょっと怖かったのかなっていう印象はあったので、引っ越す前にちょっと探索してみるとかね。ああ、いいか。うちらよく車で引っ越す前にその地域の雰囲気というかを見たりするんですけど、そういうのも大切にした方がいいと思います。あとなんかリサーチポイントであるとしたら、まあ、一つはその地域の口コミをネットで調べる。あー、大事大事。と、あと俺、これ俺のあれなんだけども、同じスーパーに行くそうその地域のスーパーに行ったら、やっぱりスーパーってやっぱその地元の人ばっか来ると思うんですよね、そこのまあ雰囲気とかが結構出とんかなって思う。すっごい思う、なんか今住んでるところは住宅地ですごい静かな、閑静な場所にあるんですけど、そのうちらが行く近くのスーパーはすごいなんか、ね、落ち着いてるよね。あ、今落ち着いてるね。だけど1個前のそのさっき言ったお家の近くのスーパーはちょっと荒れてたというか、荒れてはないんだけど、いろんな人がいましたよね、やっぱりちょっと雰囲気違ったよね。違う違う、なんでやっぱ自分の、あのタイプに合うかどうか、そのスーパーっていうのが大抵地元の人が来てると思うので、それもまあ一つの手段なのかなと思います。じゃあ次、家選びのこと3つ目で、避難場所についてです。
まあ、これはね、最近やっぱり何かと台風だとか、まあ、大雨だとかでいろいろ災害が多いじゃないですか、うんうんうん、なのでそこの地域がなんか災害の指定地域になってないかとかっていうのはこれはもう生死に関わることなんで、うん、あらかじめやっぱ下調べした方がいいと思います、うん、ここ数年でその地域で被害がなかったとか、うん、やっぱり県外からとかだったらさ、うん、分かりにくいけ、うん、まあ、これも同棲に限らずね、うん、引っ越す時は一人暮らしでも見てた方がいいところだよね。じゃあ次は4つ目、はいはい、玄関は広い方がいい。まあこれは俺ら独特のことなんやけども、そう、今ちょうど今住んどるところがお家はまあ広いんですけども、ぼちぼち玄関がちょっと異常に狭くて、そう、引っ越す当初とかは玄関とか2人だしね、家族大人数とかじゃないからいいでしょこれくらいでと思ってたけど、実際暮らしてみるとちょっと靴が出ただけでむっちゃパンパンになるし、2人で一緒に入れん、こう先どうぞそうみたいな感じになる。なんか家出るとき苦労するよね、ちょっと。そうそう、荷物とかってもう大変よ、うん、玄関って言ったらね、何やともあれ毎日ね何回も出たり入ったりするところやけん、うん、なんかそれも大事なんかなっていうのを思いましたね、うん、思いました。じゃあ次、家選びの5つ目なんですけども、お部屋の照明とエアコンはついてた方が初期費用が安くなるということでございます。はい、やっぱり最初って借りる時も結構初期費用かかるし、うん、まあ、それ以外にも初めての同棲だったら家具とかも買ったりしなきゃいけないと思うんですよね、うん、でこれ物件によってはお部屋の照明がついてるところとついてないところ、エアコンもついてるところとついてないところっていうのがあるんですけども、どちらもやっぱそのぼちぼちな値段するんで、そこはついてた方が、まあ、トータルでかかる初期費用は安くなるなっていうふうに思いました、うん、そうだからトータルで考えた方がいいよね、うん、2つ比べてるものがあったとして、うん、こっちの方が初期費用安いからこっちにしようって決めても、こっちには照明が全部ついてた、うんうん、でもこっちにはついてなかったから自分で買い揃えなきゃいけないってなった時に、うんうん、この合計が結局高くなる、うん、とか同じなんだったらもっと好きな方選べたとかもあるし、うん、最近の新築のマンションって結構インターネット無料のところ多いじゃん。あー、それもね大きい。そう、それもなんか普通にあれ契約したらやっぱり5000円ぐらいかかると思うんで、うん、それがやっぱ無料ってなるとその分毎月別でやるもんがやるんで、ちょっと家賃高くても大丈夫くらい、うん、っていう考えでおってもいいかなと思った。確かに、ね、そこもまあ一つ僕は最近インターネット無料っていいなと思ったポイントでございます、うん、はい、家選びのこと最後、はい、近くの飲食店の匂いを気にするっていうことです、うん、これは、うん、わちゃめちゃ用の事務所として一部屋借りてるんですけど、うん、そこが近くに排気口からウォーって出る みたいなお店があるところ、うん、すぐそこなんですけど、物件を選ぶ時と引っ越しが決まって最初は全く気づかなかったんですけど、うん、換気しようみたいな感じで窓を開けたら、うん、もうすごいの匂いがすごいね。開けてるだけで超部屋に入ってきて服にもつく勢いで来てるんで、これもし自分がの家ってなったら洗濯物も干せないし換気もできないし最悪だなって思ったから、あ、家選びでこれも重要なんだってその時思いました。こちらは近くに飲食店ある方がいいんですよ、うん、飲みに出かけるの好きだから、うん、だけど近すぎたりとか、うん、場所的な関係でこっちに来るとかは気にした方がいいね、うん、新築の物件とかだったらまだ完成してないけ、どうせ綺麗だし中見なくていいやっていう感じになると思うんですけども、うん、やっぱり周りの環境はやっぱ自分で車乗ってでも見に行った方がいいなっていうふうに思いました、うん、で今は家選びのことについて話したんですけども、最後はちょっとそれ以外の家具のこととかについてお話ししようと思います。じゃあまず家具のことについてなんですけども、これズバリ言うと最初からそんなにいらないっていうところです、うん、これなんでかっていうと、まあ俺らもだったんだけども、やっぱりその同棲生活スタートしたら、まあ、あれもこれもこれもっていろいろ揃えたじゃないですか、うん、まあ、やっぱり必要なもの、例えば洗濯機とか冷蔵庫とかっていうのはもう最初からすぐ必要なんですけども、うん、ソファーとかリビングの机とか、うん、ベッドとかっていうのは、まあ、正直なくてもまあ生活できるじゃないですか、うん、だから一回ちょっと部屋に自分の私物とか置いてみて本当に見合ったサイズのものなのかとか、うん、
あとはやっぱ焦って買ったら後々やっぱこの色が良かったとか、うん、こんな形のが良かったってなると思うんで、そんなに本当に必要なもの以外は焦って買わなくてもいいなっていうふうに思いました。もう絶賛それです、うん、うち。もっとこれが良かったとか、うん、なんか新しい、まだ綺麗だから買い替えるには全然まだまだダメなんだけど、うん、やだなって思ってる、うん、やっぱそこは妥協するべきじゃないよね。あとベッドの話なんですけど、はい、ベッド下に引き出しがついてるやつ買ったんですけど、引き出しついてた方が収納できるしいいじゃんと思って買ったんですけど、うんうん、重いから動かして掃除がもうできない、から下に超ほこり溜まるんですよね。換気とかも、うん、だからうちは次買うなら引き出しがついてない、うん、掃除もしやすい、掃除がしやすい、そう通気性がいい、うん、繰り返しただけもしくはすのことかの上にうちの敷布団を敷いてっていう布団にしたいなって思いました、うん、そしたら立ててね換気というか、うん、あれもできるし、ベッド選びの失敗談、うん、ですね。あとベッドは絶対ダブルの方がいいです、2人だったら。あ、そうそう、それもそれも、うん、最初俺らも、まあ、シングルの布団2つ並べて寝てたんですけども、うん、あのやっぱシングルで僕の友達が彼女さんと同棲してる人いるんですけども、うん、身動きが取れんって言ってましたそうね、シングルはしんどい、落ちたりするって、うん、しっかりとお互い睡眠を確保するためにも、そうそう、ダブルのベッドは絶対に通所品だなっていうふうに思います、うん。くっついて寝るのは最初だけ、そのお休みっていう時だけで、その後はもうねそれぞれで寝たいじゃん。そう、寝返り打ったりね。そうそう、だからうち今ダブルだけど、なんならもうちょっと広い方がいいもん、うちは。もうはい、ということで今話してきたのが僕たちが3年間同棲して体験談と、まあ、失敗談でした、うん、はい。もし今後新生活で、まあ、一人暮らしされるっていう方も、うん、同棲されるっていう方もぜひとも一つのご参考にしてみてはいかがでしょうか、はい、もし同棲されている方で、はい、こういう意見もありますよとかがあったら、よかったらコメント欄で教えてください。なんでコメント欄も参考にしてみてください。みんなで見ましょうで、このチャンネルの他にグループで活動しているまちゃみちゃジェケもありますので、よかったらそちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、TikTok などのアカウントも概要欄に載せてますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。